ラッテロー級護衛駆逐艦は、第二次世界大戦後期にアメリカ海軍が建造、保有した護衛駆逐艦の艦級、テブ型とも称される。1944年から運用が開始され、太平洋戦線及び大西洋戦線で、主に戦団護衛や、紹介任務に従事した。大戦を生き残った艦も1974年までに、全艦が除籍された。なお、 ネームシップの感銘はトーマスライトラッテローに由来する。本級は1年ほど先行して建造が進められていたバックレイ級護衛駆逐艦をもとに重心効果と砲撃力の強化を図って改め設計したものと言える。従来の護衛駆逐艦は重心が高く復元性能に問題があったことから重心効果のために環境構造物は一層低くされている。主機関は バックレー級と同構成でターボエレクトリック方式を採用している。ボイラーとしては、小船用のものから発展させて、D 型に同型加熱器付き水管ボイラーが搭載されており、蒸気正常は圧力435 p シー、温度摂取399度であった。蒸気タービンは単動型で、速度複式段落1段と小動段落9段から構成されており、 回転数 5600rpm、短期出力6750馬力を発揮できた。これと直結された、同期発電機は、短期発電出力 4600kW、電圧 2700V、サイクル 93.3Hz の三小交流であった。なお高換性向上のため、機関配置は、間、機・間、機の交互配置とされた。 前後間室の煙地を結合した煙突基部が外見上の特徴となっている。艦報としては従来の護衛駆逐艦が50口径 7.6cm 炭素砲3門を露天式の炭素砲座として装備していたのに対し、本級ではより大口径で耐火力の38口径 12.7cm 砲2門を砲立て付きの炭素砲塔と組み合わせて艦首。 完備看板に一機ずつ装備した。これは、護衛駆逐艦が従来は、戦団護衛に投入されていたのに対し、戦況の推移と戦力の充実を受けて、対戦争当軍に編入されて、構成的に運用されたり、また揚陸戦支援などで、艦砲射撃が必要になる状況に対応するための、ものである。広角基準としては、環境直前の上部構造物上と、後部 射撃式装置としては、手法違反が環境上に、また複法違反が後部機銃座の直前に設置されており、当初はいずれもマーク51が用いられたが、後に手法違反については即居レーダーを備えたマーク52などに換装されることが多かった。対戦兵器としては、改修後の GMT 型と同様、5看板に片言式爆雷投射機を片言4機ずつの、 軽発機、艦備に爆雷投下機場2条を設置したほか、艦首艦班の5インチ砲の直後にヘッジホックマーク重対戦迫撃砲が装備された。これは、旋回機構を持たない最初期の対戦前投げ兵器であるが非常に優れた対戦火力であった。超魚雷発射艦は、戦団護衛時に敵通商破壊艦と交戦する場合を想定した対水上火力であり、 三連装として、戦隊チューブの上部構造物上に搭載された。ただし実運用上、雷撃の機会が乏しかった一方、航空機の性能向上に伴い防空強化の必要が大きくなっていたことから、戦争後期には、魚雷発射管を撤去し、その両側に 40mm 単装機銃を2機ずつ、搭載する回収がなされた艦が多かった。五十二隻の発注に対して、 1944年に180隻が建造中止とされて、72隻が建造された。このうち50隻は建造途上で高速輸送艦に設計変更されて、クロスイ級高速輸送艦として収益したことから、本級として建造されたのは22隻であった。ありがとうございます。